どうもフットサルで上手い人を裏抜けしない楽しみでアザフトボーでーす。あとやたら足裏通すプレー多いですよね。というわけで始まりましたトークザフトボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。まずはですね、タイトルと裏腹に嬉しいニュースの方から話していきます。こちらですね、はい、レオザフトボールついにですねサッカー選手の個人分析家になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。逆になっちゃいましたけども、ですねこのね、ポーランドリーグに挑戦する日本人選手宮本雄大さん、この選手ですね、僕のチャンネルを普段から見てくださっていて、レオザル分析1月、ね、今月から徐々に上がっていきますけれども、分析官としてチームを強くするプロジェクト、それにですね個人で応募してくださった方です。個人分析官の方も、このね、やりますみたいな僕は言っていましたので、でですねこの選手がまああのポーランドリーグで3部の契約勝ち取りそうになったんですけれども、怪我で破談になってしまいまして、もう一度ね、再起をかけてって言いますか、怪我を治して頑張っている状況で、その中でですね、僕自身にこういった、お話いただけましたね。僕の動画をですね普段から見て見るようになってからですね、ドリブル突破とかよりもポジショニングとか動き出しを褒められるようになったっていうね、そういった話をしてくださって、僕自身としてもすごい嬉しかったですし、そういったね、アドバイスをですね今後も活かしたいっていう風に言ってくださいましたので、ピッチ内においてはそういったポジショニングとかですね戦術的なところ、ピッチ外においてはコンサルティング的なね、自分の経験も踏まえて、進言させていただこうと思います。こういったねプロの方が頼ってくださる、存在になれたのもですね、皆さんがこのレオザフットボール TV を応援して一緒にサッカーを楽しんでくださったおかげだと思いましたので、改めて Twitter では言ってたんですけども、 YouTube のね、この応援してくださる皆さんに報告と、感謝の意味を込めて動画にしました。本当ありがとうございます。というわけで宮本選手一緒に応援していきましょう。でですねこっからはですねちょっと、物騒な話題と言いますか、アビスパ福岡のですねキャプテンの、鈴木純さんという方がインスタグラムのストーリーにこういった投稿をされました。終わったことの分析は誰でもできるよね、こういうことをやる人の誰でもいいから、バルベルデかアラベルトの意図を読んだ発想の発言してほしいですよね。特にうまくいかなかったシーンについて発言してほしい。結果に対してコメントできるのは誰でもできるよ。有料チャンネルならそれなりのコメントお願いします。着てる服で主張するよりも話す内容で引きつけてほしいよね。というわけで辛辣って感じのこと言われていますけれどもね、こういったですねインスタのストーリーの発言ですね、このいろんなねこの豚骨さんをはじめいろんな方がですねリプライで教えてくださいました。まあ僕としてはですね、まあ当然スルーもできるんですけれども、これだけねまあプロの方がですねわざわざ僕をですね批判してくれたね、レオザフットボールがいろいろ見てあれはこうだこうだっつってこうやったらこういう現象が起きるみたいな、そういった批評していたことはありましたけれども、こういったねプロの方から言われるってことはありませんので、これを一つのチャンスと捉えます。このね鈴木選手が引いてくれた花道を今回は堂々と歩かせていただきたいと思います。でですね、まず整理しておきたいのは、ね、存じ上げないって言う必要ないと、なんで知らないって言うんだ、知らないの失礼だっていうふうに言われるんですけど、僕はですね SNS 上でこれ立場明確にしておく必要だと僕は思ったんですね。どういうことかと言いますと、僕はですねこの YouTube そしてですね各メディアに出させていただくことによってご飯を食べています。そんな中でですね、知らないけども影響力があってこういったフォロワーさんがですねわざわざ教えに来るような人、そういった方がですね、自分のことを批判していた場合、それはですねきちんと自分の、立場って言いますか、このね、仕事を守らなきゃいけないですね。なんで、これはですね攻撃に対するですね正当防衛っていう立場で、それで、動画を撮ってるっていうこのスタンスを明確にしておかないと、まあ再生数稼ぎとかね選手を個人攻撃してるって言われたら嫌ですので、なんで、知らない方にそういった、攻撃と言いますか批判を受けまして、それに対してきちんとですね、論理的に反応させていただこうという、まあそういった動画になっております。僕自身の場合ですね、きちんと YouTube にですね、いろんな試合の考察の動画を載せています。その際はですね分析して、そのですね証拠を、こう並べて、その結果の結論を出しまして、そして改善点を、提示するっていう、まあそういったやり方でいくつも出していて、それでご飯を食べています。鈴木選手は別にインスタのストーリーでご飯を食べているわけではありませんし、論理性もありません。ってなるとこのね2つの批判を一緒っていう風に、僕は捉えていません。そしてですねサッカー選手の場合はこういったことをして間違ったことをしてしまってもピッチ上で取り返したらファンの方はですねまあ認めてくれる、また信頼を取り戻せるかもしれません。ただ僕にとってのピッチはここなんですっていう風になりますと、ここで言われっぱなしで終わってしまうっていうのはですね、僕にとってですねピッチを汚されたのと、同じことになりますので、ね、そういったね中途半端な覚悟でやっておりません。なのでそういった攻撃にはきちんと対応させていただこうと思います。で今回いろいろねこの、インスタツッコミどころがあるんですけれども、そのですねフット内でのまあね、僕が出したコンテンツの話、本当はねフットの方の有料チャンネル見てほしいんですけれども、できる限り今回のね指摘されたポイントをですね、きちんと、論理的に、反論させていただこうと思います。まずですねフットで取り上げた僕のテーマはですね、メッシ絶不調とカバーしきれなかったバルベルテ采配という、まあそういったテーマで取り上げました。その際にですねこの、意図を読んだ発言をしてほしいと、バルベルテとアラベルトの意図を読んだ発言をしてほしいっていうふうに言われてるんですけど、
けど、まずですね、エスパニョールの監督はアベラルドですね。はい。なんで、僕がやったのは、アベラルド監督のですね、エスパニョールでの 4-4-2 の守備の何がいいか、4-4-2 守備がどうバルセロナを苦しめていたかっていうのをですね、ブスケツ対策と、ライン間を閉じるっていう、そういったところを具体的に話しました。それに対して、バルベルデはですね、このエスパニョールの守備をどう崩すのかっていうところで、グリーズマンの配置を変えたっていうことと、後半からビダルを入れて、どういった役割を与えたのかっていうところで、エスパニョールのコンパクトな 4-4-2 の崩し方っていうのをきちんと明確に提示したっていう話をしました。で、その結果として逆転劇が起きたっていうのをですね、きちんと、ハーフスペースにいる選手の重要性を含めて、話させていただいた次第です。でその後にフレンキー・デヨングの退場によってバルセロナに起きたですね、問題、メッシ・スアレスが守備しない中でですね、なぜグリーズマンを下げたのかっていう話ですね。グリーズマンを下げたのが、ただですね、メッシ・スアレスの、まあ、権力といいますか、そこに気を使ったっていうだけの話なのか、いや違うぞと、そういった考え方だけではなく、グリーズマンを残す場合のメリット、そしてスアレスを残す場合のメリット、そしてスアレス・メッシが守備をしなかったことによって今回のね、引き分けという結果が起きた、それは今後にどういった影響を与えるのか、あえてそれをバルベルデが分かって放置していたならどういった効果が現れるのかといった、そういった話ね、多角的に、話させていただいたんですね。なんでこのね、鈴木選手がおっしゃってるように、両監督の意図をきちんと説明していますし、うまくいかなかったシーンについても1種類だけではなく3種類4種類とですね、考え方っていうのを提示させていただいています。なんでそこをですね、鈴木選手どの点で僕自身がですね、鈴木選手が思うようにですね、両監督の意図を説明してなくてうまくいかなかったシーンの説明もしてなかったっていうふうに思ったのか、すごく気になるところですので、明確に教えていただきたいなっていうふうに今回思いました。でですね、まあこういったことをやってるチャンネルでして、今回ね、鈴木選手の件で来ていただいた方、アビスパのファンの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。なんで今日ですね、知らない選手でしたけど調べて、このね、分析しました。こちらエルゴラストの方にですね、許可をもらっておりますので、そのままね、選手名鑑載せています。ここにも書いてある通り、左足でのですね、キックの精度素晴らしいですね。プレースキック、フリーキックでもですね、得点決めていますし、またですね、サイドチェンジで、このですね、チームの攻撃を牽引すると言いますか、逆サイドのフリーの選手も使います。で、アーリークロス気味にですね、ゴール前の、この空中戦競り合う選手にピンポイントでボールを合わせるっていうこともできる選手です。また守備の際の切り替えですね、相手の死角から寄っていってですね、ボールをつつくところだったりとか、前を向かせないハードな守備もします。でですね、切り替わった瞬間にですね、フリーの選手が前に空いていたら、そこにね、奪った瞬間に縦パスを出すっていうですね、そういった現代フットボーラーに必要なですね、一面もきちんと持ち合わせている選手だと思います。で、これ以上詳しくやるとね、ディスったらこいつ個人分析官になってくれるぞって思われても嫌なんで、それはね、まあ宮本さんみたいにきちんと契約してくださってる方の特権だと思って、ここまでに、鈴木選手の話はさせていただきたいと思います。ここからアビスパ福岡の話をしましょう。アビスパ福岡の試合も何試合か見て、きちんとね、来季に対する問題点の、分析もしました。アビスパのファンの方にもしかしたら嫌な気持ちさせてる可能性もあるなっていうふうに思いまして、これは僕なりのね、ささやかな、まあ、お返しと言いますか、敬意の、表し方です。でですね、このアビスパ福岡、この布陣の通りですね、5-4-1 を使っているんですけど、もともとはですね、ペッキア監督という、まあ、攻撃的な指揮官がフォーバックを、使っていたと思います。メインに、僕が見た試合ではそうでした。ただですね、そこから、まあ、ペッキア監督が、まあ、一応ね、家族の事情で、辞任したっていうことになってるんですけども、そこからヘッドコーチの、工藤清和さんに、なりまして、そこから 5-4-1 を使うようになったんですね。で、この 5-4-1 がですね、低い位置で 5-4-1 でブロックを組んで、そこからワントップの選手めがけて、周りの選手を押し上げきってない時に、このね、アバウトなロングボールを蹴るっていう、まあ、そういった可能性の低いサッカーになってしまっていたんですね。そういったところでどうすれば改善できるのかっていうのを、ここから画像を使って説明します。はい、これ徳島ボルティスとの試合なんですけれども、黒の方のユニフォームがアビスパ福岡です。福岡の問題なんですけれども、3バックの時のビルドアップの時なんですね。まあ、この体の向きでですね、まあ、わかると思うんですけれども、結構相手とのですね、距離があるんですけれども、くさびのパスを入れるですね、まあ、そういった体の向きを取らなかったりとか、フリーの選手、ここからですね、ボールがこうね、一つ飛ばしていったりするんですけど、運んで相手の中盤を釣り出してくさびを入れるっていう、まあ、そういった考えがですね、まあ薄いんですね。かなりライン間でボールを待つ選手もいませんし、3バックがね、ボールを運ぶっていうことがない。なので、前線の選手が降りていって後方が重たくなるっていう現象がすごく多いんです。で、そういった中で鈴木選手がですね、センターバックの間に降りていって、このね、ミシャ式みたいな3バックの間に中盤降りていって、
4バックみたいになって、そこからパスを出すみたいなことがあるんですけど、このライン間で受けた選手、この選手がですね、こっち側にスペースあるんですけど、戻してしまうみたいな。やっぱりですね、この失ってしまうのが怖いのか、前を向いてそこからの仕掛けっていうのは消極的になるシーンが目立つんですね。で、これも仕方ないんです。このですね、ライン間でですね、狭いところでボールを受けてロストした後にですね、広がった3バックの間を使われてカウンターっていうシーンも結構ありますので、そう考えると、このですね、アビスパが、ロングボールにですね、ワントップの選手めがけて、どんどん、アバウトに蹴り込むっていう、サッカーが多くなるのも仕方ないのかなっていうのを思います。ただ、ここをですね、きちんと取って、前を向いて、そこでですね、奪われた場合、後方の選手がきちんと押し上げて、切り替えから奪うっていうのをしないと、今後もですね、確率が低いサッカーになってしまいますので、オフシーズンにこういったところの攻撃を仕込めるかっていうのは注目です。で、続いて守備のシーンですね。これなんですけど、これディフェンスライン1、2、3、4で、この後ろにね、ほぼ画面映ってないですけど、5枚いて、ワントップの選手がいるって感じで、ここでですね、相手選手がこういったね、こうパスを出すんですけれども、この選手、そこでガチンって当たるところの、まず、当たりが弱い。ボール出した後に戻してっていうのが、このね、相手の、やり方だとしたら、この選手は当たった後に、この相手のね、受けた選手と出した選手の、このコースを切りながら、コースカットプレスで寄せていくと、一人で二人を抑えられるっていう、まあそういった状況をイメージできると思います。なぜこれが必要なのか。ずっとですね、押し込まれていると、福岡の場合ですね、アビスパ福岡の場合、このワントップの周りを起点にロングボール、入れられて、3バックが対応できずっていう失点シーンがすごく多いので、このね、前から奪っていける形、そのね、ここでスイッチを入れるんだっていうプレスのスイッチを決めておく必要があるんですね。ここで一人で二人を抑えるような、生き方をしますと、このワントップの選手はですね、こういう風に言ってるので、この32番の選手が、ここに出すコースだけ最初切っておけばいいです。で、横パスで、もう一人のね、相手、徳島も3バックですから、もう一人のセンターバックに、ボールが行った時に次のシーン。はい。これによってですね、さっきの選手が前に出てきてこっちを抑える。ワントップの選手は中を抑えながら出ていって、こっちに合わせる。で、鈴木選手がですね、こっちに出ていって、で、左のシャドウの選手が出ていってって感じで、きちんと5-4-1で後ろが重い布陣でも、ちゃんとスイッチさえ決めればですね、前からプレスをかけられる状況、前から奪える状況っていうのは作れるわけなんですね。なんでこういった形を仕込むと、後ろから繋げないチームでも攻撃の機会っていうのは守備の構造によって作ることができますので、今回お勧めさせていただきました。ただ、これをですね、アビスパがやらない理由っていうのはですね、失点シーンをですね、できるだけ見させていただいたんですけれども、3バックの対応力の低さなんですね。相手のロングボールに対して、単純に1対1の駆け引きのところで裏を取られるシーンが多すぎる。またですね、ロングボール入れられた時にですね、デュエルで普通に負けてしまって、この、入れ替わってしまったりっていうシーンがすごく多いんです。っていう風になりますと、中盤のね、5-4-1の4の選手としても、センターバックのね、後ろの選手たちが、こう個人の対決にならないようにできるだけコンパクトにして、絞って、その後ろの選手を助けてあげようっていう、まあそういった考えになってしまうんですね。っていう風になりますと、これ補強とかどうなんだっていうところで、冨安ですね。冨安がまずね、セリアやボローニャに挑戦した。で、代わりといいますか、今後期待して取ってきた三國っていう選手がですね、まあ、代表に呼ばれたりとか、そういうことがあって、層が薄くなってしまった。またですね、岩下っていう選手がですね、サガン鳥栖にレンタルしたみたいな、こういったね、センターバックの台所事情が厳しかったっていうのが、かなりあるようです。まあ、こういったところは仲良くさせてもらっているですね、ミルクサッカーアカデミーのですね、まあ、動画の方、下にリンク貼っておきますけれども、このね、運営のノーミルク佐藤さんからですね、いろいろアドバイスいただいてですね、今回の動画に活かした部分がありますので、ぜひともそちらも見に行ってみてください。そしてアビスパの来シーズンどうするべきなのか。来シーズンから長谷部茂俊監督という水戸ホーリーホークを指揮していた監督が来ます。このですね、アビスパの問題点としまして、まあ今挙げたように、まあワントップに対してですね、アバウトなボールを放り込むっていう、ちょっと攻撃戦術がですね、希薄なところがありました。なので、攻撃力のですね、このアップっていうのが課題になってきます。この長谷部監督ですね、水戸ホーリーホーク就任してから、この攻撃力をですね、データ上すごく伸ばしてきている監督なんですね。まあそういったところでかなり期待できますし、水戸の方もね、チェックしてみたんですけれども、このね、アビスパ福岡よりもトップの選手に長いボールを上げた後にですね、後ろの選手の押し上げが早かったり、きちんとハーフスペースに選手がいますので、そのこぼれ球拾ったり、一緒に追いかけたりして、この高い位置でまた攻撃を始められるということが多かったです。なんでそういった監督が来る。またですね、ボランチの、このね、水戸ホーリーホークでですね、活躍していた前選手、そして福光選手、この選手たちも獲得したそうなんで、監督ときちんとね、その監督のサッカーを分かっている教え子が、アビスパ福岡に来ると。なんで来シーズンですね、アビスパがきちんとね、僕が言った、このね、改善点の部分をですね、長谷部監督中心にですね、修正してきているのかっていうのは、かなり注目なポイントだと思います。というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。最後にもう一度この画像を見てほしいんですけども、終わったことの分析は誰でもできるよね。これですね、終わったことの分析、誰でもできる。必要ないものだと皆さん今の聞いて思いましたか？
このですね、アビスパ福岡の問題点をきちんと挙げる。終わったことですよね。でも終わったことで何がいけなかったのかをきちんと考えて、それに対して、こういったですね、監督が来るっていうのはプラスですよね、選手が来るっていうのはプラスですよねって話で、かなり希望が持てた方も、いらっしゃると思うんですよ。そういったことをですね、きちんと、終わったことを分析できないと、今シーズンの俺らもダメだったよ、来シーズンなんか応援できるかみたいになっちゃうじゃないですか。なんでですね、僕は自分のやっていることにですね、誇りを持っています。ネガティブなことばっかりですね、こう広められてしまいますけれども、僕の動画チャンネル見ていただければ分かる通りですね、この勝ってる試合でもダメな部分は言いますし、負けてる試合でも良かった部分は言います。鈴木選手が今回おっしゃったみたいにですね、結果に対してコメントしてるだけではありません。グリーズマンを下げてですね、それで引き分けになってしまったバルベルデの采配のですね、いろんな角度からですね、彼の采配どういった意図があったのかっていうのを検証しているのが、今回のフットでの動画です。なので、ぜひともですね、鈴木選手はそういったところの意図をですね、きちんと組んでいただきたいですし、僕はそういった、サッカーでね、起きた現象に対して、自分の中で様々な角度から考察して、その検証を提示してですね、皆さんに改善法まで、こうお伝えするっていう、そういったですね、哲学と覚悟を持ってやっています。なんで鈴木選手もですね、なんなら鈴木選手だから、プロの選手だから、僕はですね、普通の、まあ、一アンチのようにですね、スルーしたりとかですね、しかとしないでですね、きちんと動画にして、こういった形で、答えさせていただきました。なんで鈴木選手ももしもですね、こういった、活動をしているですね、人間のことをですね、批判するんだったら、きちんと確かめてからやっていただきたい。服のこともディスりましたが、服に関してはですね、フットは、きちんとですね、伝統のある番組でですね、音楽にもこだわってますし、衣装にもこだわってます。きちんと最後まで見ていただけたら、スタイリストの方の名前も出てきます。なんで別に僕の主張が服に出ているわけではありません。アベラルドの誤字に関しては僕自身も間違うことがあるので、そこを問い詰めるつもりはありませんが、ただですね、発信している人間がですね、伝えようとしたメッセージをですね、きちんと、汲み取らず、そのね、本人だけではなく、その周りのスタッフだったりとか、一緒に番組を作っている人も含めてですね、きちんとそこを汲み取っていただけなかったのは残念です。そして、終わった後では、何でもできるよみたいな、何でも言えるよっていう発言。確かに選手たちが頑張るからですね、サッカー界というのは成り立ってます。ただその選手たちのサッカーをですね、どういったいい部分があるのかっていうのを伝えるのはですね、終わった後に語る人たち、解説者だったりですとか、僕みたいな分析をやっている人間だったりですとか、それこそ見に来ているファンの人たちです。その人たちが語るからこそ遠心力ができて、プロのプレーっていうのはたくさんの人に広まります。終わった後に語るっていうのはプロにとっても、そしてファンにとっても非常に重要なことだと思いますので、ぜひとも鈴木選手のようなですね、僕別におべっか使うつもりありません。実際にプレー見て、いい選手だと思いました。そういった選手にですね、こういった発言をされるのは、悲しいですし、きちんと回答いただけたら嬉しいです。僕自身このね、ファンの方にだけメッセージを向けてるっていうふうに思われたくもありませんので、鈴木選手まで、この動画が届きましたら、ご自身のファンの方にも見ていただいてですね、鈴木選手自身がですね、この件に関して考えていただけたらなっていうふうに思います。僕なりにですね、鈴木選手への回答、そしてですね、サッカーを語るっていうことがですね、僕だけじゃなくいろんな方がやってることで、それの大事さっていうのを、伝える意味でも今回の動画作らせていただきました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。